日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。川を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。では。お達者で、お侍様。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。この煙を追ってみて。
き火とは違うようだし。まあ血に飢えた猛虎に出くわしたくないの。近寄れないから基地に。ご遠慮なくご覧ください。いかがでしょう。素材が足りないようですね。どうかお気をつけください。から聞いたんだよ。そもそもお侍様、戦続きでお疲れのようで。私の見て希望が湧きました。お侍、まさか。島のこと頼みます。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。